皆さんの身の回りで間もなくさまざまなロボットが活躍する時代がやってきますと思いますか、えー、皆さんよく知っている「鉄腕アトム」原作では誕生日は2003年4月7日になっていますえ今年は2016年ですからもう13年も前に本当なら「鉄腕アトム」は誕生していなければなりませんでも ご存知のように残念ながらままだ鉄アトムは誕生していませんロボットを作るときには実にさまざまな要素技術が必要になりますこれらを一つずつ組み合わせてロボットはできています例えば移動する機構を考えてみましょうか屋内を移動するときにどういった機構が必要か平らなところもあれば階段もあります 坂道もあります材質も絨毯木ゴム実にさまざまですねまたひょっとしたら床面に電源コードが張ってるかもしれませんあるいは小さなものが落ちてるかもしれませんロボットを作る時には足が客型がいいでしょうか確かに客はいろんな床面に対応できますとても高い移動能力を持っていますでも 入ってていいるだけでエネルギーを消費してしまいますロボットに搭載できるバッテリーの量は限られていますからここは少しでも少なくしたいですねじゃあ車輪がいいでしょうかでも車輪は階段は登れません確かにエネルギーの消費は少ないですけど、えー、こういうふうに、えー、たった移動機構だけを考えてみても実にさまざまな視点から、えー、検討しなければならないということがわかります。 ロボットを開発するときに最も重要なのはコンセプトです目的のロボットを作り上げるのにどのような手段どのような手法を使ってロボットを作るかここを間違うと途中でとても苦労したりあるいは最悪の場合目的のロボットができなかったりしますでコンセプトが決まれば次は必要な要素技術を集めていきます。ひょっとしたらもうすでに 他の人がとても素晴らしい要素技術を開発しているかもしれませんその時にはそれを使えばいいでもなければ自分で開発しなければなりません